ちょっと、どうもレオンチャンネルです。ネタバレされたんだけどっていうか動画を作ってる時点で僕もネタバレ配信者というか、まあ、情報開示だからいいか。あのさ、ちょ、聞いて。3月26日金曜日に滅亡人ランネットの映画、先行上映が映画館であって、7月にブルーレイが発売するんだけど、それに先駆けて映画館で見られるっていうので、もうめっちゃ楽しみにしてたんですよ。超面白そうだったし。で、金曜日のチケットももう午前中のチケット買ってあったんだけど、もうさ、木曜日の時点で金曜日の午前仕事入っちゃって、うわ、これいけないかなと思ったけど、もう全然移動とかあって、全然もういけなくて、もう見れなかった、どうしようかな、次はじゃあ月曜日、週明けの月曜日に、チケットを見に行く、チケット買うかと思って、で、サイト来たら、情報来てるじゃん。もうこれ劇場でちょっとおい最高じゃねえかみたいなテンションで映画館で見たかった。多分あれでしょ、滅亡人ランネットの映画が終わって最後にゼロワンアザー仮面ライダーバルカン&バルキリー決定みたいな感じで出たんでしょ。もう劇場でその情報見たかったなってことで、僕まだ滅亡人ランネットをあの金曜日に見に行くって言ってましたけど、まだ見てないのでネタバレしないように、月曜日にちょっと土日はいけないので月曜日に見に行こうかなと思っております。どんな感じ、ゼロワンアザー仮面ライダーバルカン&バルキリーで、バルカンバルキリーが主人公ってことで、タッグが復活、フワユアの物語は完結 A で、あ、なるほど、もうこれで終わりかってことは、アズとの決着は滅亡人雷でつかなかったのかな。やっぱラスボスはね、アズであってほしいっすよね。で、これで、まあ、アルトの物語は冬の映画でもう完全に描き切った感あるので、2号機のイズも含めて、確かに滅亡人雷の追加エピソードプラスバルカンバルキリーの追加エピソードを持って完結っていうのは非常に納得がいきますね。でもあれかな、さらに小説出るのかな、ていうかビルドの小説とか去年発売の予定がまだ出てませんよね。おそらくエボルトとの決着がつくんですよね。うーわ、楽しみだな。2021年秋期間限定上映で、さらに、あ、すぐだ、ブルーレイが11月、前はさ、ほら3月上映7月ブルーレイなんですよ。これはじゃあ10月ぐらいに映画やって、11月におもちゃ付きで、おもちゃ付きでしょ、どうせ新フォームある、あ、滅亡人雷いるじゃん。まず表紙から読み取れるところは、まあ、普通に基本フォームのバルカンバルキリ、ラッシングチーターとシューティングウルフがいて、新しいキーとかそんな感じはありませんね。あ、でもエイムズスーツ着てるユアと、仮面ライダーとして生きてく決意をしたフワさんっすね。情報来てないかな、これニュース見ればいいか。待って、ムビチケ当日券購入限定キャンペーン、何それ。そう、こういうのを見たかったんすよ。あー、なるほどね、後編が見られる、動画見られるのね。じゃあそれで見よう。そして、あ、スペシャルイベントとかあるそうです。これだ、どんな感じ。ゼロワンアザーシリーズ第2弾バルカンバルキリー上映&発売決定。いやー、劇場でうわーって言いたかったなー。やっぱね、映画とかは一発目に見るのが大事っすよね。上映日のバルキリー、バルキリー新フォーム、バルキリー新フォーム。そして高橋文哉さんもシリーズに出演、あ、ってことはアルトも出るってわけね。ゼロワンアザー仮面ライダー滅亡人雷上映開始のこの日に、ゼロワンアザー仮面ライダーバルカンバルキリーの2021年秋期間限定上映とブルーレイ DVD の発売が解禁となります。ゼロワンアザー仮面ライダー滅亡人雷の続編で、ゼロワンアザーのゼロワンアザーズかシリーズ完結編です。そして、戦争、パワーアップしてる、パワーアップしてる。あ、でもファイティングジャッカル、ファイティングジャッカル使う。僕ファイティングジャッカルあれギジライダーだったから、レイドライザーであれを使ってさ、ユアパワーアップしてほしいんだけど、まず、待って。でも、ちょっとアーマー的には、ライトニングホーネットの色替えか？肩アーマーとか、腕アーマー、あ、腕、ちょ、待って、腕アーマー何？泣きっぽいの、泣きっぽいとか、オルトロスバルカンか、オルトロスバルカンじゃん。オルトロスバルカンの力も借りるってこと？すげえ。で、
てかアーマーはほぼライトニングホーネットだ。それが色替えしてあるね。あ、でもラッシングチーター要素も入ってるのか。ラッシングチーターとライトニングホーネットが混ざって、さらに頭部パーツは新規だな。ちょっとチーターとかそっち系の頭部っぽいけど、でここにオルトロスバルカンの爪パーツが入ってると。この辺見るとだいぶスーツもへたってきてますね。さすが様々な戦場で戦ってますから。これちょっとどういうこと。センセーショナルなティザービジュアル解禁。この度解禁されたティザービジュアルでは、仮面ライダーバルカンに抱えられる仮面ライダーバルキリーというセンセーショナルな姿に目が奪われます。両ライダーともショットライザーを手にしながらも、バルカンはまるで手負いのバルキリーを支えているような姿が描かれており、背後には背中を向けながらも少しだけ二人を見ているかのような仮面ライダー滅亡陣内が印象的です。このビジュアルのことね。そうだね、バルキリーがやられて、でバルカンが守ってるみたいな、そういう風なビジュアルですよね。で早くも仮面ライダーバルキリーの新フォーム解禁。バルキリーの新強化フォームとなるバルキリージャスティスサーバル、ジャスティスサーバル、サーバル、サーバルちゃん、サーバルキャット、サーバルちゃんがモチーフになってんの、この頭部部分。おー、なんかでもここは牙みたいな、サーバルタイガーっていうかサーベルタイガーみたいな見た目に見えますけど、サーバルなんだ。長い牙が特徴的なサーバルタイガーをモチーフにしており、待って、サーバルタイガー、サーベルタイガーとサーバルタイガーって違うの。サーベルタイガー、サーベルタイガーってよくさおもちゃ化するよね。サーバルで見るとサーバルキャットが出てきますね。サーバルちゃん、サーバルタイガー、サーバルタイガーっていうのが出てこないな。サーバルタイガーをモチーフにしており、牙を彷彿とさせる白い側頭部部分や鋭い爪のような武器が特徴的です。ああ、じゃあこの辺はあれか、パーツ流用ってことか、オルトロスの。そしてゼロワンもシリーズに登場。あ、もうおもちゃ画像も来てるじゃん。令和最初の仮面ライダーゼロワンの主人公として1年間勤め上げた高橋文也もゼロワンアザーズシリーズ登場します。3月26日より期間上映の滅亡陣内にもその姿はあり、言うなし新しく、もう月曜日見るんだから新しく。やっぱこう、もうでもあれか、動画作ってるじゃね、僕も視聴者さんから言うなしって思われるのか、ネタバレ注意って書いとこう。新しく打ち上げられる衛星ウィアー、もう読まないでおくわ。やめるわ、読まないでおくわ。デラックスダイヤウルフ絶命ラズキ、ダイ、お、え、ってことはもう何？待って、バルカンも新フォーム来るじゃん。嬉しすぎるんだけど、てか、プログラズ、終わらないプログラズキの発売。マジで？ 2021 年もう、01って感じ。これはあれか、アサルとウルフ的な、キーがクリアになってて、でグリップはめられると。これグリップ今手に入んないから、あのそういうグリップ難民にはいいっすね。でさらにサーバルタイガー、サーバルタイガーめっちゃシンプルでも絵柄は全部あれだね、新規になってるね。あ、でも絶メラーズキーだ。どういうこと。これの同梱版も同時発売となりますってことでございます。まだおもちゃ情報とかはまだ来てませんね。ってことで、初日滅亡陣内を映画館に見に行かなかったことによって、残念ながら劇場でバルカンバルキリーうわーということはできませんでしたが、情報来てますし、ゼロワンのねさらなるその先の話を、あの小説じゃなくて映像で見られるってことがもう幸せすぎる。で新フォームが二人分来そうなので、劇場版をね初日11月は見に行きたいと思います。そこでもしかしたら新たなゼロワンの展開あるかもしれませんからね。では各リンク下に貼っておきますので、詳細はそちらからご確認ください。いや、いいっすね、まだまだ終わんないっすねゼロワン。以上、仮面ライダーゼロワンに関しての最新情報確認動画でした。